Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Have mercy on us. キリストイエス様、神の御子よ、我らを憐れみたまえ。主よ、この地を、この時代を憐れみたまえ。イエス様、あなたの祈りがここから天に地に地の下に、すべての作られたものになりますように。そしてあなたのまことの平和が、あなたの癒しがなりますように。すべてをあなたの御手に委ね感謝し、イエス様の皆で祈ります。アーメン。こんばんは。今月の幽霊杯は鳩賛美集13の賛美の夕べです。そして今日はその第4弾です。この幽霊杯の賛美の間、録音させてもらいます。そしてこれがまたCD になって皆さんの手元に届けられますので、楽しみに待っていてください。先日のね、日曜礼拝でも語られたんですけれど、スタッフの間でクリスマスアレルヤ録音をしたんです。そこからもうこの街道の自体の響きが本当にすっかりとね、変わってしまったなって思います。皆さんも感じておられるか、そして同時配信をされている方もその響きがね、もう届いていますようにと祈りながら、今日もどんな響きが表されるか楽しみに賛美をしていきたいと思います。ところでなんですけれど、皆さん、鳩賛美集13にはタイトルがあるんですけれど、そのタイトルをご存知でしょうか。タイトルというのはこの賛美集のね、ここにあるんですけど、ちょっと見えるかどうか、これがアブーンなんですね。主の祈りなんです。で、鳩賛美はもうどの賛美もね、祈りの賛美だと思うんですけれど、この鳩賛美集13には101の祈りとか、たくさんの祈りがね、詰まっている賛美だなって思います。今日も実はとってもランダムにね、賛美曲を選曲したつもりが、こう並べてみるとやっぱり一つの流れがあって、主の祈り、そして次に賛美する星たちの祈り、そして神よ平和よって、もうどんどんこのイエス様が今が願っておられる祈りがね、この賛美曲からも伝わってくるなって、表されているなっていうのを思います。で、今賛美した主の祈りなんですけれども、これは今私たちが賛美している主の祈り以来最も古い祈りで、聖書ができた2世紀初頭くらいで、その文献に残っているものとしては5世紀から6世紀で、エジプトの砂漠で隠遁していた修道士たちの間で受け継がれてきたこの賛美というそうです。で、ピーター先生はね、こう言われています。主イエスキリスト、神の御子と祈るとき、神がイエスキリストを通して完成された全き贖いを告白しているのです。勝利を受け取る側の信仰によって効果の現れ方が違ってくる。主から与えられた勝利を地上の私たちが告白し、賛美し続けるとき、この地に誠の平和がなる。このシンプルな繰り返しのイエスの祈りは、知性の祈りでも感情の祈りでもありません。ハートの祈り、霊の祈りです。このハートの祈りが信仰の賛美となって歌われるとき、この祈りの及ぼす力は計りがたい。一人の人の平和をもたらし、家庭に、そして職場に、町に、国に、世界に、そして天に地に地の下に、主の平和をもたらすと信じます。
次はイエスの祈りの日本語とハワイ語を賛美します。ハワイ語は皆さん心を合わせて聞いていてください。主イエスキリスト神の御子よ、我も憐れみたまえ、我も憐れみたまえ。キリエキリエレイソソ、キリエエレイソソ、キリエエレイソソ。主イエスキリスト今イエスの祈りをいろんな、ね、言語で賛美したんですけれど、本当にこの賛美がもう本当昔から受け継がれてきた祈りというので、なんかここには本当に目には見えないんですけれども、本当たくさんの、ね、古代の本当に人たちが一緒に賛美しているような風に思いました。次はナーホク、今先ほど、賛美練習した曲なんですけれども、この、ナーホクはハワイ語の賛美で、先ほども言われましたが、サブタイトルはマウナケア山の星です。でこの賛美はね、2019年の2月ハワイ島でリトリートが持たれました。でそのリトリートの後に光子さんは数名の方と共にマウナケア山
に向かわれました。でマウナというのは山で、ケアっていうのが白いっていう意味で白い山なんですね。でそこに私も一緒に使わされました。でマウナケア山というのはもう古代から天と地をつなぐ場所とも言われていて、ハワイの人たちには本当に聖地と呼ばれているところです。でこの山というのがね、標高4202メートル、富士山よりも高いんです。でマウナケアはこの海から隆起したのが火山になっていて、で麓は海の中なので、その海底から測定するとその高さは1203メートルで、世界一高い山とも言われているそうです。で私もこのマウナケア山に行ったんですけれども、その日はねもう雨が降っていて、まあ、星も見えるかどうかだったのがね、もう途中からもうどん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 晴れていったんです。そして なんかマウナケア山もね、もう星たちもまるでウェルカムって私たちのね賛美を待ってくれていたかのようにねでした。でも私はもうこの初めてこの山を見て、その星を見てね、もうあまりの美しさに感動して、こう涙が出たのはこの時が初めてでした。で普段見る星というのはもう遠くにちっちゃく見えるんですけど、もうこの時というのは星がとにかく近い、そして大きくて、あ、星がなんかもう人のような存在なぐらいにもう近くて、もうとっても美しいでした。で標高2800メートル地点まで行って、その美しい星とともにね賛美をしました。でその時に光子さんはね、星たちの祈りをもうすぐ近くに感じるほどだったそうです。でその帰りの車の中でね、もう湧き上がって仕方がなかった、止まらなかった賛美が今これから賛美するナーホクの賛美なんですけれども、まるで星がね喜び踊っているような感じで、なんか懐かしいふるさとにね帰ってきたような曲の感じだったそうです。でちょっとプロジェクターちょっとつけてもらってもいいですか。これ 1,2,3 って先ほどもまあ意味をね言われたんですけれども、この歌詞をね1番2番3番っていくごとに、星との距離がどんどん近くなってくるなってなんか私は思っていて、なんか神様がその創造の初めにね天と地を作られた、その時のなんか喜びがねこの賛美の中にもあるんじゃないかなって思います。星たちと共にナーホクの賛美をします。
んかもうずっとなんかこの賛美を続けていたいなって思うような賛美でした。と次は、2017年の8月15日に与えられた神よ平和をの賛美です。この賛美は光子さんが癒し礼拝で101の祈りを賛美したいと思われて、スタッフにメロディーを歌ってほしいって歌ってもらって、その時に楽譜がなかったので、そのメロディーをルルルで歌ってくれていた時にもう一つのメロディーが聞こえてきたそうです。それが主よ平和を、それが後に神よ平和をの、賛美となりました。で最初は1番、1節だけだったのがもう13節まで与えられました。1から4番まで、まずちょっと私がこの歌詞を読ませてください。神よ平和を成したまえ、神よ誠の平和を成したまえ、神よ怒りを癒したまえ、神よあなたの愛で癒したまえ、神よ憎しみを許したまえ、神よあなたの愛で許したまえ、神よ悲しみを慰めたまえ、神よあなたの愛で慰めたまえ。この時に与えられた解き明かし、プロジェクターつけてください。平和のために祈りなさい。私はお前たちを平和の務めに使わす。なんか私この神よ平和をのこの歌詞をね、こう目で追っているだけなんですけど、なぜかこう胸がいっぱいになってくるっていうか、本当に神様がこの賛美をね、祈りをね、主こそしておられるんだなって、もう本当に今一番必要なのはもう本当に神様の平和だなって思います。でニュースをつけたら、今日もそうですけれども、ね、ミサイルが飛んできた、戦争がまだ続いている、もう経済の不安、政治のこと、本当たくさんのね、不安がこの世の中にはありますけれども、だけど、もう神様が平和を作り出す者たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろうって、なんかこの御言葉とね、この賛美となんか重なって迫ってきます。神よ、平和を賛美します。神よ平和をなしたまえ、神よまことの平和をなしたまえ、神よ光を
本当にこの地に平和がもうこの賛美の中から作り出されていくんだなって本当に思います。次は、デウスカリタスの位置です。これは2017年の5月19日に光子さんは夢を見られました。その夢の中で光子さんは大きな会場のステージの上に白いドレスを着てこうライトに照らされてなんだかとっても喜んでいる感じで両手を大きく広げて大きい声で主よ白い鳩ありがとうございますそう言ったそうです。すると白いドレスの背のあたりから大きな翼が広がり羽ばたくような動作をした途端に天井からこうキラキラキラと光の粒のようなものがこう山ほどゆっくりと落ちてきたそうです。よく見ると白い羽何千何万という白い小さな羽がステージいっぱいにキラキラと光って降ってくる。この羽は癒しの羽だ。この羽で触ると病は癒され痛みは取れる。そう思ったけれど光子さんはそれを夢の中ですが言うのをためらったそうです。人が我先に白い羽をもらおうと押し寄せて取りに来ると大変なことになるから。でも一人一枚はもらえる。
知り合いや家族の病む人たちに分けてあげる分もある。しかし思った、これは癒しの羽かもしれない。でも癒しに羽がいるだろうか。羽があれば癒される、羽がなければ癒されないと人が思ってしまったらどうなる。信仰がなくなる、困った、どうしよう。その時声が響いた。白い羽は私の賛美である。ここで夢は終わり、デウスカリタス、神は愛であるの賛美が与えられました。本当に今こう次から次にね、この天から降り注がれているこの賛美というのがもう本当に白い羽、癒しだなって、神様の愛だなって思います。でこのね、デウスカリタスという賛美は本当に軽やかにって書かれてるんですね。羽が舞うようにね、軽やかにデウスカリタスの賛美をしたいと思います。Deus Caritas, 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 Deus Caritas, 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 Caritas.次なんですけれども、またデウスカリタスの2と3があるんです。で2と3は賛美隊だけに歌ってもらいますので、皆さんは聞いていてください。
では今日の最後に God is love と、グローリアを賛美します。よく光子さんは神が愛であると本当に分かったら癒されているということを言われます。解き明かしの言葉をつけてください。神は愛であるというのは癒しである。しかしそれが本当になるのはお前が信じる時である。お前が喜ぶ時である。God is love とこのグローリアを賛美し、この地に誠の平和が、神の愛が満ちますように賛美します。Thank you.
キリストイエス様、こんな美しい賛美の響きを、天の賛美を、あなたの愛を、ありがとうございます。イエス様、今日ここからあなたの愛が、あなたの喜びが、あなたの平和が、天に地に地の下に、すべての作られたものに、そしてこの大地に届けられたことを信じます。あなたの愛を、賛美を信じ感謝します。あなたの誠の平和が、すべての作られたものになりますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。